皆さんこんばんは、激辛ジョニーです。今日もみんなのお尻に火をつけちゃうぞ、萌え萌え。今日ちょっとみんなでね、激辛料理を食べようということで集まってるんですけども、集まってるんですけど、遅刻者がいるんですよね。どうなってんだよ。怒ってますよ、みんな。怖いよ、怖いよ。え、怖い。んやっと来ましたね、青木さん。すいません。何分寝坊しました。結構待ったよね。待った待った待った。もうちょっとマックで寝て、いつの間にか寝ちゃってて。じゃあ今日はね、こんな感じで勢ぞろいしたのでね、じゃあよろしくお願いします。今日はちなみになんですけれども、激辛料理って結構食べれます？食べない、全然。僕も全然食べない。食べます。おお、私激辛ジョニーがおすすめするちょっと激辛商品を紹介しますんで。うわー、あー、違う。今日はですね、はい、皆さんにこちらを食べていただきまーす。どない屋のたこ焼きでーす。イエーイ。え、何それ何それ。どない屋さん知ってますか？元祖どない屋さん。たこ焼き、たこ焼きなんです。あ、もう今日皆さんぜひ食べてみていただきたいと。はい、有名で、こちらまあ2種類買ってきたんですよ。2種類、あ、すごい、はい、なんか2種類なんか明太子みたいな。そうなんですよ、これね。こっち1つ目がこのね、何もかかってない普通の通常のたこ焼きで、こっち明太子、明太子たこ焼きです。見た目一見全然辛そうに見えないんですけれども、1パック6個入ってるんですよ。6個中なんと1個ずつ。あ、なるほどね。そう、めちゃくちゃ辛い唐辛子が入ってるんです。キャーおびーなんか当たりの外れがあるわけですよ。ノーリアクションのプロですよ。ノーリアクション、ノーリアクションのプロ。ヨノッチ、ヨノッチ貫禄がすごい。なるほど、ポーカーフェイス。そう、あの、豹変するから、ドラマの時は食べたことない。これはない。どうすんの、これやばい。やばい。いや、でも大丈夫です。はい、じゃあちょっと食べる前にですね、今日のね、メンバーを紹介していきたいと思います。青木さんの音楽動画に出てる方々です。イエイ。じゃあ早速ヨノッチから、あ、いっちゃった。じゃあ自己紹介していきましょうか。はい、お名前はヨノと申します。ヨノッチ、ヨノッチ、ヨノッチと呼ばれてる。どれぐらいやってるんですか、ドラムは。ドラムは中学から13年。すごいな。プロだよ、プロ、プロ。だって、ちょっと言ってあげて、ちょっと言ってあげて、ちょっと言ってあげて、ちょっと誰とやってるのって。誰と。 TM ネットワークの。うえぇー、知らなかった。舐めるんだよ。すごいすごいっすよ、プロドラマ。アピール大事。わぁ、アピールとこ。すごいですね。アピールどんどん行きましょう。じゃあ、はい、隣の、はい、僕はあのギタリスト、あっくん。はい、お願いします。あっくんギタリスト、えぇー、よろしくお願いします。はい、じゃあ飛ばそうか。はい、じゃあお願いします。前のシュートを出します。エレキベースを主に。エレキベース、はい、エレキってどういう意味なんですか。電気信号で音が出る楽器の。電気送って。まあそんな感じです。ビリ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 、モイモイビー。アピールしちゃって。あ、アピール、アピール。誰とやられたんですか。そこだよね。押すな。ベースの有名なビルリーさんっていう方と同じアルバムを聴いたりとか。ビルリーさん、そうなんだよ。ビルリーさんすごい方々だよ、みんな。いやー、どうしたの。じゃあ、はい、最後に、はい、ジョニーの幼馴染の青木香音です。アピールポイントがあれば。一緒に野球部、ね、ライバルだったんですけども、今こうやってあの一緒に動画活動を楽しくやれて嬉しいです。はい、じゃあ自己紹介も終えたところで早速食べていきましょうか。じゃあちょっとおとなしくしといてくださいね。どうぞ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 。はい、うまいです。うまいです。愛用が塩。はい、じゃあね、早速食べていきましょう。じゃあ皆さん、じゃあちょっとよりどりみどり選んでください。じゃあこっちの明太子は後にしましょう。まずこっちからいきましょう。どんどん取っちゃって、取っちゃってください。いやー、絶対普通は美味しそうじゃん。せーので食べましょうか。せーので。全然匂いじゃ分かんないんすよ、これ。いやー、分かんない。見た目も分かんない。見た目も分かんない。匂いどうすか、匂い。どう。誰か分かんない。あー、でもいい匂いする。いいね、美味しそう、美味しそう、美味しそう。じゃあ皆さん取りましたか。はい、じゃあせーので食べましょう。せーの。感想聞きましょう。感想、感想どう。うん、美味しい。美味しい、美味しい、美味しい。おー、せー。あとこの2つの中に1個が混じってると。みんな持ってるね。
ちなみにどうでした味の方は、たこ焼き。美味しいです。美味しい、美味しい、美味しい。おお。普通に美味しいよね。美味しい、食べたいもん。うん食べたい。ちゃんと、いやいやいや、ちゃんと食べたかった。ちゃんと食べたかった。明太子いきましょう、次。はい、これ僕おすすめ。明太子ですね、個人的な。うん、怖えな。行っちゃってください。どうぞー。おーおー、きた。あ、これ。あー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 もいもい。ビーあ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 っくん来た。バカない、これは。あーあっくん来たー。鼻がめっちゃ赤くなってる。辛い。おいしい。なんかピリ辛。あやばいね。わあ、うわ、辛い。でも他もちょっと辛いよね。あ、辛い。若干、若干辛いから。辛い。そんなに。お水、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 お水。ああ、そんなに辛いんだ。絶対なんか当たると思ったんだよ。やば、めっちゃ辛そう。辛いの苦手なの。ちょっと顔がだってすごい。いや、辛い。これは辛い。赤くなって。やばい、結構辛い。結構辛い。大丈夫？あれ？だってこれ置いてる。あー、いいっすね。もう僕お水、お水、お水。あー、辛い。はーい、落ち着け、落ち着け。はい、どうぞ。 OK、 よくできましたね。そんなに辛いっすか？辛い。え？唐辛子系。唐辛子、これ。あー、唐辛子。あー、辛い。確かに、確かにこれハバネロが入ってるって言ったんだ。あ、やば、ハバネロやばい。あー、辛い。やば、目が目に出してる。帰りたい。ちょっと大げさじゃない？いや、本当に。あー、辛い。いや、あなたが多分おかしいんだよ。あなたの味覚がおかしいんだよ。俺の味覚？俺の味覚がおかしい。でもね、余計に水飲むと辛くなるよ。うん。え、そう？そう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 。飲むなら牛乳だよ。牛乳ライド。牛乳。どないや、どないや。まあでもだいぶ落ち着いたんじゃないですか。辛い。多分ずっとくるんだよ。うん。あ、そう。全然引かない。結構長引く辛さなんですね。え、ってことはさ、これ最後さ、4つ残ってるから全員1個ずつ。そうだね、ちょうどいいじゃん。もうやだよ。また確率が。で、これを混ぜて、で、ルーレットにして、で、こうやって手で目隠しなくて。あ、そうだね、もう確実に分かる。じゃあ移動しましょう。はい、目つぶっといてくださいね。目つぶって見てるやん。じゃあ皆さん、お箸持ってください。はい、お箸の手元に持っていくので。ああ、なるほど。はい、はい、それを取るようにしてみてください。はい、はい、明太子は勝ち組じゃん。そしたら、まあ、明太子取ったらね。じゃあいきますよ。はい、じゃあそしたら、うちも取っていいの？まだ。あ、それでいいですか？はい。それまだ目つぶっといてください。今持ってますからね。はい、じゃあ次。やだ。じゃあ次ですね。はい。あ、やばいやばい、めっちゃ。落とさないように、落とさないように。はい。あ、OK です。はい、はい。じゃあこれです。じゃあ皆さん今取ったんで、じゃあせーので食べましょう。せーの、イートイー。やばい。お？うわ、これやばい。うわ、やばい。うわ、これやばい、やばい、やばい、やばい。やばい、やばい、やばい、ほんとに。よっしゃー。これやばい。よっしゃー。これ辛いでしょ。うわ、これやばい。これやばい。いいとこ持ってくれ。大げさじゃないんだって、これ。辛い。え？え？雲？冷房つけて。冷房？冷房？冷房。やばい。あ、やばい。いや、本当に辛いよ、これ。追い出しちゃった、追い出し。やば。追い出しちゃった。どこだ、あれ、冷房。冷房どこだ。辛い。やば、鼻水めっちゃ止まんないんだけど、どうしよう。最後引き当てるとこが持ってるよね。やっぱ持ってるね。さすがだね。やばい、涙が。
全然大げさじゃない。辛い。まだ辛い。うわ、めっちゃ追い焼きしてる。やばいやばいやばい。めっちゃ追い出てる。めっちゃメイドさんやん。マジで辛い。あ、でも普通に美味しかったですね、普通のたこ焼きが。うわ、これ、ロシアンってレベルじゃない。で、ティッシュね。やばい。ティッシュどこだ。洗面所にあった。洗面所。あ、やばい、追い焼きしたの。ティッシュどこだっけ。ティッシュ。あ、ちょ、洗面所にある。え、追い焼きじゃないよね。洗面所。汗が止まらない。お待たせしました、ティッシュになります。ごめん、ありがとう。あ、追い焼き止めなきゃ。これやばい、マジで危険。マジで危険。本当に遊び半分でやるものじゃないですからね、これ。大変です。危険です。ロシアンじゃない、これは。ロシアンレベルじゃないそうですよ。マジ危険だわ。危険。辛い。大丈夫。お腹痛くなったりしない？すでに腹が痛い。デスソースで全然上。デスソースなんかより全然辛い。本当ですか？全然辛い。やばい。マジでやばい。大丈夫。私ね、喋れなかった、これ。え？一旦インターバル置きたいかも。こんな感じでね、苦しんでるんですけれども、ドナイヤのたこ焼き、ね、普通のたこ焼きは美味しいんでね。普通のは美味しいです。美味しかったです。はい、普通のは美味しかったです。ロシアンはちょっと危険な匂いがするんで、それはちょっと覚悟がいいと思うんで。はい、ツイッター等々更新してますんで、登録の方お願いします。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あと今回出演していただいたメンバーの方のツイッターもリンクに貼っておくんで、よかったら見てください。フォローしてねー。でも逆に見たかった。なんかどういう反応するのか。いやまあ遅刻してきたから。確かに俺もしてきたし。見てるんだね、神様。神様見てる。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。もっと見てください。ほら、だいぶねっとり。ねっとりボタンはここだよ。OK! チャンネル登録してね。 OK! もっともっともっと増えろ。 OK! もっと